どうも、うぷ主のデッテイユです。ゆっくり霊夢です。ワンオクのアコスティックライブが最高だったー。ということで、感想を二人でダラダラ述べていきます。まず、映像自体は生放送してるわけではなかったね。土曜日の夜の映像だったね。最初、観客がいるもんだからびっくりしたけど、そういうことらしいね。そして、瀬取りの方はこのような感じになってます。一つずつ感想を言っていきます。まず、We Areですね。始まり方がアンビションズのアルバムの初回限定版 DVD に入っているものだから、すぐにわかったね。ライブなのに、DVD の時と同じくらいのクオリティ。いや、それを超えてくるもので、鷹の調子の良さとこのライブの完成度が伝わってきたね。正直、2公演を4日間、ぶっ通しでやるから、喉の調子が心配だったけど、歌声聞いて思い出した。そういや鷹がケモンだったわ。本当に、聞いていて癒されました。綺麗なのに力強さがある。コーラスも良かったね。じゃあ次行きます。こんな感じでポンポンやっていくよ。続いてボムズアウェイ。これも初回限定 DVD にあったけど、それよりも壮大になってました。アコースティックライブだけど、静かすぎない感じで楽しかったです。個人的にはこれも DVD 声でした。このライブは最高だとここで確信したね。そして、ここでいつも通り軽く鷹が喋って、次3曲目。カラス。いやー、本当にこれは驚きました。つい最近、残響リファレンスのライブのカラスにハマっていて、ヘビロテしてたので、この曲が来た時、鳥肌が立ちすぎて、カラスになりそうでした。いやお前、動画のコメント欄のオパくんな。ごめんなさい、残響リファレンスでは、荒削りで、それはそれで味があったけど、今回は、歌のレベルが何段階も上がっていて、すごかったです。いや語彙力低くない。それは許して、残響リファレンスのライブの話にはなるけど、エトセトラもやっていて、これも僕大好きなので、ぜひ DVD 買ってみてください。今回もやってほしかったね。次、4曲目いきます。4曲目はザ・ビギニングです。これも、最近アコースティックのやつにハマってて、たくさん聴いていたので聴けてよかったです。もう少し後に来るかなと思っていたけど、早めに来たね。ビギニングからのマイティが最後に来ると思っていたけどね。そしてお次は MC。みんなに公演で疲れていると言っていて、みんなも人間なんだと感じました。あと、タカも言ってたけどこのライブは、アコースティックというよりかは、超豪華アレンジみたいな感じでしたね。わら。コーラスの話になった時にトールが、聞いたかいねん。って言っていたけど、マジで共感しました。歌うのむずすぎんだろ。歌詞の発音覚えるよりも断然、キーの高さでつまずくよね。そして、リョータがウッドベースを使ってディーパーディーパーを演奏しました。個人的には、このライブで一番好きだったかもしれないです。別ジャンルの曲になってたね。かっこよすぎました。なんて言うんだろ、なんか、ドンキーコングの BGM にありそうだった。いやお前台無しにすな。まあでも、とにかく曲の雰囲気が全く変わっていました。みんなは、今回、どの曲が一番良かったですかね？ぜひ、コメント欄で教えてください。そしてお次は、ハートエイク。ルロケンの獅子王編の主題歌だったね。そうだね。映画しか知らないけど、ルロケンの中では獅子王編が一番好きです。二部作の大作だったもんね。そしてこの曲ハートエイクは、今回、悲しさをうまく表現できてたと思います。ラッサビに向けて少しずつ盛り上がっていくけど、爆発はしない感じ。本当に心が苦しそうだと感じるような、そんな演奏だったね。そうだね。そして、タカからルローニケンシンについて語られた後、ブローケンハートオブゴールドが演奏されました。これは、先日配信されたアコースティックバージョンがさらに豪華になった感じだったね。この曲は、剣心の心情をしっかりと表現していて映画にとてもマッチしてたね。僕はとても好きです。そして、8曲目マイティロングホール、コーラスの人たちが、とてもいい仕事してました。そして、ライブでは初ではなかろうか、じゃどうするどうしようのところを歌ってましたね。しかも最近はジャパニーズバージョンすらも歌ってないからね。やはりこの曲はかっこいいですね。本当なら、みんなで頭振って大声で歌いたいですね。そんな日が1日でも早く来てほしいですね。そうだね。それとこの曲の躍動が最近ありましたのでぜひ見てください。いや、宣伝すな。そしてお次はファーストラブのカバーでした。宇多田ヒカルさんの曲です。なんと1999年にリリースされた曲です。もう20年前の曲なのか、色褪せないな。宇多田ヒカルさんは15、6歳という若さでこの曲を作ったらしいです。天才すぎんだろ。そしてこの曲をカバーしたタカもやはり天才でした。いい意味で、ロックバンドのボーカルとは思えませんでした。歌声綺麗すぎ。そして10曲目テイキングオフ。もともとおしゃれな曲だけど、アレンジでさらに味が出ていました。ラッサビへの入り方、この前のオンラインライブと同じだったね。この入り方マジで好きです。そして楽器隊もすごかったね。この曲からラストスパート感がありました。そして、お次の曲、なんと、レネゲイズ。やるとは思っていたけど、ブローケンハートオブゴールドのすぐ後にやらなかったので、もしかしてやらないかも、と思ってましたが、やはりやってくれました。ここでも、観客が声出せない代わりに、コーラスの方が頑張ってくれました。いつかみんなで拳突き上げて、歌いたいですね。それと、圧巻のサビでした。鷹の象徴とも言える、エッジのかかった声が素晴らしかったです。ライブであれほど安定して出せるのがやばいですね。これで、ブロケンの主題歌すべて歌い切ったね。映画ルローニケンシン、お疲れ様でした。日本の誇りのアクション映画です。そして、12曲目ステンダウトフィットイン。この曲は、聴いていて楽しい曲ですね。乗りやすいね。すっかりライブの定番曲になりました。鷹も上手に観客を煽って、声は出せないけど盛り上がってたのが伝わってきたね。
そして、最後の曲の前に MC、世界に誇れるアルバムを作って帰ってきます。間違いなく、次のアルバムは最高ですよ。待ちきれません。そして、Wasted Nights、これが最後の曲です。アンコールはありません。We Are との兼ね合いもあるから、どこに入れてくるかと思っていたけど、やっぱり一番最後だったね。歌もそうだけど、ラッサビ前の鷹の言葉には感動したね。世の中は誰かがちょっとずつ変えていかないと変わんないからね。これからもそういうつもりで頑張っていきますよ。最後、大きい手拍子と、大きな愛と、そして明るい未来に向けて、心の中で歌いましょう。いやー、よかったね。本当に楽しかったです。ということで、すべて終わりましたね。全13曲。ワンオクの皆さん、ありがとうございました。そして、この動画を視聴してくださった皆さんも、ありがとうございました。次は、ザ・ビギニングの和訳動画でお会いしましょう。グッバイ、グッドグッバイ。